これあれだね、オートセーブからもあらすじ出るんだね。虹色の枝を求めてダーハルーネの町を訪れたミカミックスたちはシルビアの船があるドックに向かうが、海の男コンテストの影響で閉鎖されてしまっていた。ミカミックスと神はドックを開けてもらおうと町長のラハディオを訪ねるが、なぜか追い返されてしまう。町長に追い返されてしまったミカミックスと神は町の少年に杖を奪われたというベロニカのところへ向かう。声が出ない呪いを受けた町長の息子ヤヒムのため、一行は杖を奪った少年ラットの頼みを受け、呪いを解くのに必要なさえずりの蜜を探すのであった。一応ね、ダンジョンとか切り替わるとオートセーブがかかるんで、そのオートセーブからやっていきます。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11、では冷水の洞窟からやっていきます。前方にマリンスライムが見えるけど、とりあえず一回ぶったたいこう。スライムつむりだった。なんかよく間違えてな。あれ、そうか、3人ゾーンになってんだ。ちょっと待ってね、これ全員一回命令させろにして、で連携火エンジンしかないか。じゃあちょっと攻撃しておこう。他の2人もね、見たい、ちょっと連携を。で、これは聖女か。連携。ラムダの祈り。仲間全員の傷を癒し。ヒットポイントマジックパー自動回復。あ、いいね。ベロニカとの、あれだったね。じゃあバギー使っとこう。硬い、やっぱり。で、主人公、まあ、ミカミックスはデイニをもうぶっ放しちゃおう。強っ。ベロニカまで回ってこなかった。あと、こっちのくぼみに、あれ、なんだ、上にコウモリがいるね。魔物の群れだとわからん、いまいち。で、カミュー、まあ、カミューもそのままマドハンドを殴っとこう。怪しい光、眠らなかった。で、セーニャはバギーでいいでしょ。暗闇ハーピー、ゾーン効果切れたか。で、自分はまたデインを使って、で、ベロニカない。何にもない。連携がメラディア、メラ意外に強いからね。やはり攻撃魔力っていうシステムが、これいつからできたのわかんないけど、それに比例してメラでもある程度火力が出るようにはなってますね。で、回復ポイントとか、あ、キャンプ地があるから、まあ、マジックパワーは使いながら進んでいきましょう。しびれクラゲがいる、ちょっと倒してこう。あの窓ハンド溺れないのかな。水が流れてきてるけど、じゃあちょっと作戦も全員バッチリ頑張れでいいや。神とかも適当になんか使ってくれ。しびれクラゲだから最悪麻痺させられるからな。あれ、全員って俺も、ちょっと待って、俺もかい。お疲れ様です。俺は命令させろがいいな、やっぱり。満月草、これ麻痺を治すやつですね。普通にこっちとか外見えるじゃん。あれってか、あ、行けそうで行けない。なんか結構道が分かれてるね。いろいろ敵がいるけど、こっち側からなんか登れなさそうな気がするけど、あ、逆に降りれんのか。宝箱を回収していきましょう。ブルーアイ、こういう宝箱ってマジ誰が用意してんだろう。これマージマタンゴかな。普通のマタンゴだった。なんか色がいまいちわかんねえ。で、自分は命令させろ、他バッチリ頑張れて。いいや、デイン食らえ。なんか強くなってんだがよくわかんねえ。そうか、人によって上がるステータスが違うのかな。攻撃魔力が上がったとは書いてないからね。シルビアが上がった、申し訳ないけどこいつは使わんよ。
麗しきキノコ。でこっち側から見て、まあ、ある程度倒しながら行きましょう。やっぱ金が足んないからね。毎回毎回金言ってっけど、一回どっかでもう錬金して、あ、これ闇魔法じゃん、すげえマジか。金策を一回しよう。ゾーン効果切った。俺たちの勝ちだ。薬草とかね、ほぼほぼ使ってないから、あ、こっち側からはいけないかね。ここはいけないね。こっちもまあいけないか。そこの光るアイテムを回収。うお、これはなんだっけ、スリープダガー。あ、スリープダガー使ってる。ポイズントードか。守りの歌全員ね。ま、魔法は関係ないからね。強い、本当に強いわ。デイン覚えてよかったな。だ、なんだっけ、勇者系のスキルだよね。これを上げていくのは全然ありだな。スライムつぶり買って、ベロニカもやっぱりかなり使える。7ポイントか、なんか覚えられるかな。魔導書、不気味な光が8、最大マジックパワー増えてもな、今のところ枯渇する感じにはなってないから。両手スキル、あれ、これは覚えたんだよね。マジックパワー回復消化、魔封じの杖。魔封じの杖ってさ、普通に売ってるやつじゃないの。ちょっとこれ覚えるか。じゃあ6ポイントだし。で、最大マジックパワー祝福、攻撃魔力10か。こっちにも進んできたかったな。まあいっか。磨き綱、カミューが少し溜まってた。スキルポイント、あとなんかスキル振り直しみたいなのが教会であったんだよね。まあ、最悪いらねってなったらそれでもいいんだろうけど。キャドとメラだったら、なんかメラの方が効率いい気がする。コウモリの羽、ここら辺の素材を全く使ってないからね。あれ、なんだあいつ、左にいた変なヨレヨレじいさんみたいな。ちょっとデイが使えなくなるから、こっからは攻撃でなんとかやっていこう。ここは寝た。イオを使うとさ、メラを使う基準がわからん。おお、セーニャの姿に認めている。いいな、それ。踊り子の服だから。こいつこいつこいつ、魔法ジジイ、魔法ジジイと魔法使いの違いがいまいちわからん。攻撃してくるし、さすがですわ。よし、ここも少し広めなところだね。なんもねえか、見つかった。参りましょう。ギラ、うわ、神がちょっと減ってきてる。今回黄色くなるの早いよね。やばい、ドルマめ、マジック。ちょっと今見えなかったけど、会心の一撃的なの食らった。ちょっと暗いすぎでしょ。うわ、恋人じゃ全然間に合わねえわ。ベホニーが欲しい。暗いな。
何をしましょうかって。回復してくれ。パクパクしてあげた。こいつのパクパクとか。動物だから肉球的な感じかな。肉球、猫の肉球って結構気持ちいいじゃないですか。あ、ちょっと待って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 、ワンタンしよう。怪しい変態知事が迫ってきてたからな。あ、俺のマジックパンを使ってんだ。1000人もだいぶ減ってるからな。やっぱりなんかマジックパンが回復するスキルを覚えさせるか。これね、強えわ。とりあえずキャンプ場を目指したいね。レベル上がるかどうか、それか。まあ、いよいよやばくなったら 3D のいいところはね、強引に敵をスルーできるところがいいよね。守りの歌ちょっと厄介だな。ここデイン使うか。お、かわした。ヒプノスハンドとかなんで。頭悪すぎでしょ。バーゲン、いやこれはデインだな。いやギラでいく。ちょっと弱い気がする、やっぱり。守りの歌ってだいぶ上がるな。スキルポイント振っていこう。15ポイントもあるじゃん。探検スキル2等だよ。なんか2等が欲しいんだよ。16回、まだ足りねえか。このキノコはなんか、なんかあるかと思ったら全然何にもなかった。ちょっとここはキャンプを目指そう。で休む。別にこれ朝まででいいでしょ。で一応セーブをしていきますか。ほらこれスキルリセットね。なんか黄色くなってるけど条件いるのかな。では進んでいきましょう。まだもうちょっと先はありそうだね。ちょうど中間地点かな。宝箱を回収していきます。おお、小さなメダル。背後からいこう。いっぱい出てきた。なんかあいつちょっとターゲットが違いそうだな。あ、でも C になってるか。うおー、こいつも恋に使えんのか。デインで行こう。魔法ジジイ。なぜギラなんだ。これは攻撃だもん。カミュー、やっぱりマジックパワー使わないにしよっかな。なんかいまいち効率のいい攻撃をしているとは思えないんだけど。ゲー、またこいつらかい。しかも4匹。作戦変えよう。カミュマジックパー使うならいいや。うわ、ベロニカ30も食らうの。デインで一掃する。ポイミーが先か。バギーで全員倒すっていうのもうわありだけど。これちょっと薬草使おうかな。終わったな。やっぱりベロニカはかなり食らうな。ああ、ようやくベホイミを覚えた。ちょっと道具袋から薬草大量にあるんで。お前じゃない、違う違う違う、これを調べたいんだ。清めの水。でこっちへ出てきて、あれ右側って、ああ上から回っていくのか。あれ、これこことここつながっ
てるわけじゃないよね。これ逃げられるかな。あ、余裕で逃げられるわ。でこっち側に出てきて宝箱、フェアリーステッキ装備、いやそのまま見てみよう。装備でフェアリーステッキだから全然違う。セーニャか。フェアリーステッキ攻撃力もまあ多少なりとも上がるね。戦闘中マジックパワーが少し回復する。あの1上がるやつ買わなくてよかったな。こういうところで手に入るからね。これ上行けんの。あ、なんか起こってる。雨露の糸、これ落ちたら絶対向こう側行くっしょ。まあ、落ちれるかどうかはちょっとわかんねえけど。逃げろ。これどうなんだろうな、どれくらい戦闘した方がいいんだろう。だから 2D だと多分戦闘回避とかできないじゃないですか。そうするとただ戦ってるだけでも適正レベルとかにはなりそうだけどね。久々に麻痺が発動したな。なんで神、今神当たんなかったよね。おお、マジックパワー回復ってそういうことか。一応自動でも回復するんだね。魔法ジジイあれだね、ヒットポイント少ないね、うん、スキルポイント10になったからちょっと見てみよう。片手剣スキル、ドラゴン斬りか、ちょうど10だね。ここは、あ、そっか、会心があったか。でもこっちの方に進んでいくと、これまず周りから固めるっていうか、勇者スキルもな、あとなんか微妙だよね。ニフラフとか微妙だからな。トヒロスも使わねえしな。ここが何なのかだよね。まあ、力10っていうのも悪くはないけど、この2つね。ニフラムとかな。結局でもこれを取るためには取らなきゃいけないんだよね。上の方の剣心もまあちょっとはやぶさ切りとかな、魅力はある。ソードガードか。うん、会心2パー、ドラゴン斬り、ちょっとドラゴン斬り覚えよう。で攻撃6か。これは結構、あ、メタル斬りね。ちょっとまだメタルスライムって現れてないよね。メタルスライムが出てきた時のために、多分聖水は効果ないから多分ね。あれ、なんか変なやつがいる。とりあえず大丈夫そうだ。ボスキャラか。あ、そっか、清き泉の前にボスがいるっていうことか。最深部、こいつなんだろう、ずっとここにいるのかな。じゃあゴーレム系じゃん。あの顔はなんかさ、貝みたいな感じになってるけど、ここから上に帰れるってことね。ちょっと倒すか。じゃあ、あ、待って待って待って、この先清き水ようなきものは右へ、違う、回る右して帰るべし。なんだそりゃ、何にも言わない。シーゴーレム、これあれかな、なんか普通の敵で今後出てくるのかな。ちょっと若干中没感があるから。でスリムだが B、 お、寝たね。デインってさ、魔法どうなの。起きない、起きないね。ということはバギーで攻めていこう。なんか寝てるからすげえ食らわない、ギラディア。そんなことなかったわ。やっぱバギーだからあれか。いったーマジやべえ。特技かヒプノスハント。ちょっと B 落としたり、しかも動けなくなってる。あいつ踏んだり蹴ったりだな。よし、でセーニャに回ってきたから、これペホミとなよう。ベロニカを一気に回復させる。うわ、さすがの回復量だな。デインで行こう。よし、左はじゃなくて右を倒したのか。攻撃力高え。
寝てろ。え、ラリフォー聞く？いや、待って、普通にさ、デインで攻撃した方がいいや。30当たるからね。あ、呪文の威力暴走って呪文のあれかな、会心みたいな感じなのかな。シャドウはなんか確かに見た目効かなそうだからな。ヒットポイントは全開に保っておけばとりあえず一撃死はない。痛恨の一撃が出ない限りね。回復をセイニアに任せて OK。 何も誰も何も言わない。所詮それ程度の敵か。ここが最深部ね。まあ、綺麗な湧き水。ここの水ならきっと最高級のさえずりの蜜が作れますわね。セーニャは清き水をすくい薬と調合してさえずりの蜜を作った。できましたわ。さあ早くダーハルーネの町に戻ってあの子に渡してあげましょう。結構かっこいい小瓶だけどさ、そんなの持ち歩いてたの。さえずりの蜜ゲット。あ、これリデミトでね一気に出るのもありだけど、ちょっとこっちの方探索してから行きたい。わざわざ帰り道的なのが用意されてるから何かがあるかもしれない。なんだこの卵族は、卵じゃねえや、マタンゴ族は。ほら不思議な木の実来た。あ、しまった。カーミューがマジックパワー使うな。セーニャ頑張って、ベロニカも頑張ってくれ。参りましょう。16。結構敵の攻撃力が高い気がする。俺たちの勝ちだ。しかも俺も大して装備変わってねえからな。鉄拳プラス2を作り出して、ここすげえな。めっちゃキノコゾーンだ。どんだけキノコいるんだ。お、ここにも宝箱。こっち邪魔。ちょっとカミューはな、なんか二刀流を覚えてくれれば火力がだいぶ上がりそうな気がするんだけど、中自分はなんかデインすげえ使える。うわー、得った。回復暴走率って、回復が暴走するのかい。上がり。満タンしとこう。で、キアリ。ああ、直してくれたのか、満タンで。グリーンアイ。こんなものかな。ここ行けばもう、正直リデミトで出るかどうかだよな。あれ、これ何？ショトカじゃん。今更感はあるけど。あれ、これってダンジョンになってるよね。だからリレミトは使えるはず。スライムつむりとかすげえ見づれえな。で、こっから出てルーラで帰ろう。ダーハルーネ。洞窟のダンジョンもブックマークされんだね。それはすごいな。探索がだいぶ楽だね。キャンプ地を見つければそこを拠点にあとルーラとかで帰れるってことでしょ。そしてなぜかこのよくわかんない長い通路。これあれかな、上
水なのかな。川が流れてるとか。にぎわってるね。真ん中のやつごっついな。街はすっかりコンテストの雰囲気ですわね。ほらご覧ください。いやー、ロマンチックじゃない。もうすぐあのステージの上にいい男たちが勢ぞろいするのね。シルビアはそういう趣味なのかな。ねえあなたたち、ヤヒムちゃんの顔も見たいし、さえずりの蜜は私たち女3人で届けてくるわね。その代わりあなたとカミちゃんにコンテストの場所取りをしておいてほしいの。いい男がよく見える場所を取っておいてね。使いっぱしりじゃねえか。めんどくさい仕事は全部男任せかよ。まあいいや、やることもないし、とりあえず広場まで行ってみようぜ。あれ、こいつなんているの。コンテストの場所、大通り北にまっすぐ進んだ広場のステージ。相変わらず入れないのかな、町長さんの家には。これなんか武器屋とか出てないよね。この子新鮮だよ。本当だな、ピチピチだな。ピチピチギャル用の中でも変な服だよね。ピンクと黒がこう交互に、こういうのが流行ってんのかな今。このマダムみたいな子はマダムだな。この子は買ってかない。何を、荒くれ者。一応町長の家入ろうとだけしてみようか。こいつマジごっつい。何なんだベロベロ。この町にはおいしそうなものたくさんあるベロ。なんかすげえベロリンガみてえなやつだな。ベロリンガが転生したのか。入れん結局。場所取りって言ってもさ、超空いてんじゃん。場所取る必要なくね。おや、そちらのお兄さんたち、お二人ともサラサラツンツンと髪型が決まっていて男前ですね。そんなに男前なのに見物とはもったいない。ぜひ海の男コンテストに参加してください。おいおいおっさん、俺たちはコンテストなんかに付き合ってる場合じゃ。え、見つかった。おい、あの男は怪しくないか。え、あれホメロスじゃないの。逃亡者は人混みに紛れるもの。このコンテストを利用し貴様をあぶり出そうと画策していたが、その必要はなかったようだ。まさか人目もはばからず堂々とコンテスト会場にやってくるとはな。奴のあの鎧、まさか。え、ちょっと下だっけ。聞きたまえ、ダーハルーネの民よ。私はデルカダール王の右腕、軍師ホメロス。そしてあの者こそ悪魔の子、ユグノア王国を滅ぼした災いを呼ぶ者だ。逃げるぞ。この兵士たち大して強くなかったからね。一回戦ったことはあるけど。さあ、忌まわしき悪魔の子よ、おとなしく我が手中に落ちるがいい。おいおい、マジか。え、戦うの2人で。デルカダル兵たち、おお2人だ。マジックパワーがねえんだけど。ってそれなりに食らうな、集中攻撃より。勇者の雷を食らえ。ゾーンに入った。
いや、ゾーンに入ったはいいけどさ。いやー、いった、ひでひどくない？やばいやばいやばい、ちょっと1だ、死んだ。ちょっと待って、これさ、あともう見てるしかなくね。これ普通に死んでしまっただからね。くそ、あれいくら倒してもキリがねえ。これ何なの、いいわけ今ので。無駄なあがきはやめるんだな。さあおとなしく待ちなさーい。あたしの仲間においたする子はお仕置きよ。お仕置きよ。おい、なんだあいつらは。警備の者たちは何をやっている。ほらほら、さっさとどかないと火傷するわよ。はっ、まだ仲間がいたとはな。さっさと取り押さえろ。さあお二人ともこちらにお逃げください。いや無能すぎるだろ。危ねえ、闇魔法を使いたい。神様、俺のことは構うんじゃない。お前だけでも逃げるんだ。いや、一日中ここに隠れてたの。ここまで来ればもう大丈夫よ。みんな怪我がないみたいでよかったわ。いや俺さっきさ死んでしまったって出たんだけど、怪我どころじゃないんですけど。でも神様が捕まってしまいました。今頃一体どんな目に。大丈夫よセイニャちゃん、あの神ちゃんがそう簡単にどうにかなるわけないじゃない。それにしてもわけわかんないわね。悪魔の子のあなたが邪悪の神ちゃんを倒すってどういうこと。この方はデルカダール王国から災いを呼ぶ悪魔の子というお面を着せられ、追われながら旅をしているのです。シルビア様にはいずれきちんとお話しするつもりだったのですが、巻き込んでしまってすみません。いやーね、そんなこと気にしてないわ。初めから彼は悪い子じゃないって分かっていたもの。シルビアさん。そんなことより今度はこっちから動くわよ。町の中は兵士ちゃんたちでいっぱいね。でも建物の中を進めば無駄な争いは避けられるはずよ。まずは町の真ん中にある大きな橋の上から神ちゃんの様子を探ってみましょう。さあ宿屋から屋根伝いに行くわよ。え、行くの。なんかストレッチテールス要素はないのかな。おう、元気かい。命だけは助けてやろう。その代わり女を一人貢ぐんだな。いるね。屋根伝いがどうちゃらこうちゃらって言ってたけど、ん、どこだ。あっちには兵士がいる。あれ、ここは大丈夫。騒ぐな。
待て、このままじゃ僕が守るんだ。ひでえ。いや、こんなん絶対もう見つかってるでしょ。あっちゃいけないね。いや、なるべくなんとなく見つからないように行きたいんだけど。いやいや、見つかっちゃったよ。ちょ、逃げろ、巻こう。巻いたか。お、巻いたっぽい。お、本当に巻いたっぽい。下から行くか。いや、絶対見つかるって。え、どっから行けばいいの？強行突破？それとも前は兵士と接触してさ、普通に戦闘になるだけだったからね。だってここなんて絶対無理でしょ。いや、見つかったよ。来た。一応隠れよう。もう一回来てる。あ、大丈夫か。ここまで来てさ、帰ってくなってマジ無能だな。帰ってくまでがちょっとめんどくせえし、あのおっちゃん叫ばないだけまあいいだろう。いや、どっちも塞がってるよな。ここ行けないんでしょ。いや、行けない行けない行けない。そもそも荷物があるわ。あいつ後ろ向いて、あいつそもそも、あ、いやいやいや、無理でしょこんなの。いや、強行突破しよう。悪魔の子の力見せてやる。さっきは会心の一撃食らったけどね。4人いれば怖くない。ちょっと待って、こいつの作戦を命令させろになってるからバッチリ頑張ってもらおう。やるわよ。そうですね。様子を伺っている。バカめ、こっちは容赦しないぞ。これが正義のいかずちだ。風のさなきよ。どこ突破していった方が早くねえか。炎を吹き出した。あっ、そう、鎧の温度が上がって、それなりに経験値持ってるからね。全て殲滅する。デインも使ってこう。ちょっと待って、ま、マジックパー使いすぎるとさ、あのホメロスとまたなんかあったら嫌だしな。少し節約をしておこう。やっぱりセーニャ2番目に来てんじゃん。シルビアを前線に出そう。新しい呪文ボミオスか。攻撃魔法をね、早く覚えてもらいたいよね。でこうだな。 OK。とりあえず橋の方に行けばいいって言ってたよね。一回逆サイに出なきゃダメか。今すげえ無能だな。隣宿屋って言ってた。ちょっと寝かしてくれ。休んでくかいって。休んでこう、ゆっくり休んできな。余裕だな。よく休んだようだねって。あ、なんかお母様がいる。キャーって3階からお外に出られる。まあ、もうすでに兵士を、あれ殺してんの兵士。ここじゃない。
どこだ。あ、これここ。あ、で上に登って、上に登ってどうすんの。ここ。こんなのさ、見つかるは見つかるよね。あいつあんなところ歩いてるぞ、揺らせって、石投げつけろって。あ、宝箱ある、回収していこう。魔法の聖水。あ、そういえばあれも手に入れたよね、石板の合言葉。それは次回やりますか。壺を割っていこう。こんなガッシャンガッシャンやってさ、兵士の頭に落とせばいいのに。下にいる、いるかな。姿を現したまえ悪魔の子よ。町のどこかに潜んでいることなど私には分かっている。早く出てこなければこの者の命私がもらい受けるぞ。あの軍人ちゃんってば気が短いわね。早く行かないと神ちゃんが危ないけど、正面突破は分が悪いし。そうだわ、北西のゴンドラ乗り場からステージの裏手に回れる通路があったはずよ。そこを通ってステージに近づきましょう。ここから飛び降りて町の水路沿いにあるゴンドラを使えばそこに行けるはずよ。さあ、神ちゃんを助けに行くわよ。別に正面突破でもいい気がするんだけどな。ここ飛び降りて、意外に兵士配置されてないね。人手不足なのかな。いや絶対正面突破でいい気がするんだけど。あれゴンドラどこだって言ってた。ちょっとどけ。蝶々の家とか入れないかな。結構こだわるよ蝶々の家は。ちょ気になる。入れてくれ蝶々ダメだ、この兵士たち仕事する気ねえだろ。え、でどっち、こっち。これも見つかる、絶対見つかるでしょこんなの。ステージ裏ってどこに出るの。ここ。元気か。このステージの先ではホミラス将軍が悪魔の子を探してて物々しい雰囲気。さすがだな。全然さすがじゃなかった。力の種やったね、白い貝殻。でこっからちょっと待って、ね、あ、こういうのは普通に音を立てて壊されるか。まだ見つからないのか役立たずどもめ。こんな雑魚の見張りなど私一人でいいから、もう一度悪魔の子を探してこい。お前が一番役立たずだな、褒めろせよ。チャンスよ、今のうちにあの軍人ちゃんを倒して神ちゃんを助けましょう。え、後ろから背後にインスタつけめんの。貴様らいつの間にこんなところまで。ちょろちょろと目障りなネズミどもめ、悪魔の子もろとも私一人で肩をつけてくれるわ。ごめん、我が手中に落ちよ。あ、二刀流だ、ずるい。ちょっと全員命令させていきます。貴様ら、でいいんかな。これが正義の雷だ。ルカに聞くかな、聞かないか。ゾーンに入った、ただ何もない。バイシオン、一人の攻撃力を少し上げるか。特に
螺旋打ち、混乱はしないだろうな。ヒュキエ24、なんか微妙だな。セーニャどうする、マヌーサとか効くのかな。ちょっとスカラ、ベロニカが死んだらちょっとやだから。ソードガード回避率アップ、ゲッツ、マジか。攻撃していくか、普通にメラはで、ベホイミで回復していこう。ありがとう。どうする、バイシオン、いやでも攻撃よりなんかデインの方が強そうだからな。リホイミかけておくか、いや意味あるか、まあいいや。今助けるわ、この虫けらが。2発だったら死ぬな。38か、コンスタントに与えていこう。じゃあヒャドか、メラいくつだったっけ。げっ、これも弾かれんの、ひどくない。あ、シルビアか、攻撃してみよう。それそれ、うわこれマジで魔法トーン、ひどくない。デイム、ちょっとボミー使うか、効かない。セーニャ、ベホイミ覚えといてよかったな。これベホイミなかったらガチできつかったね。ベロニカ何にも使えねえじゃん。妖精の杖ってなんかある、特殊効果なし、悲しい。防御しとくか、じゃあガード率が持ってるの、口よ、いって、すげえ早いよ、ちょっと構えとくの。皮膚系でいくか、熱いわよ。まあ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 、そこなりに当たるか。まだ呪文は無理みたい。ソードガード、くっか、いって、それ、少しムラがあるけど、もう主人公はちょっとデインで行こう。いや、いつもほとんど切れんだよ。よいしょ、頑張りましょう。ありがとう。余裕だな、この虫けらが。で、よし、ただ守備力も元に戻った。メラでいいんじゃん。メラミ的なものがあればな。一応何かあった時のために、いや、あ、そうか、道具って道具袋は使えないんだ。ちょっとホイミ用のものは取っておきたいからな。攻撃に走るか、火炎技でいこう。うわ、魔法と嘘でしょ。いやー、セーニャマジか。セーニャが熱いわよ。やられるとちょっともう何にもならないな。フェアリーステッキも、いやー使えないからね。スカラ唱えとけばよかったかな。それ、こいつも特にないかな。行くわよ、無駄だ。くっ、間違えた。こんな時に限って日本人が連携、爆炎斬り、もう行こう、使おう。受け取って、何ができるかって言われても何にもできねえかんな。たまに魅了もする、ホメロスが絶対魅了されないし、いや結構きつい。ガード率が元に戻った。ドル、
って。とりあえず火を吹くとこ、こいつはもう火吹きだ。ベロニカはいけんだよね。火炎斬りの効果があるのかどうか、魔法弓を唱えておくかどうか。てか魔法唱えらんねえんだ。攻撃しとこう。19とか弱えな。よし、とりあえずこれでお助けします。なんとかしのいだ。あぶねえ、マジあぶねえ。やるじゃないの。おお、きつかった。やったわ。結構運が良かったな、ミカミックスがやられなかった分だけ。この私に膝をつかせるとは。よく考えれば4対1だからね。完全にリンチしてるよな。神様、ご無事ですか？今お助けいたします。悪魔のことその一味め、よくも褒めろ様を。私を倒しても何も変わらぬ。貴様らはここで囚われる運命なのだ。みんな安心して、もう大丈夫よ。アデュここで仲間に逃げられるとはな。悪魔の子よ、貴様の仲間など所詮はその程度のつながりだったということ。ずいぶん手間を取らされたが、今宵のショーもここでおしまいだ。ここでおとなしく私に捕まるか、海に落ちてサメの餌になるか、今ここで選ぶがいい。サメとかいるの？ホメロス様、 あれをご覧ください。結構でかくね、この船。みんなお待たせ、シルビア号のお迎えよ。アリスちゃん、あれが私の仲間たちよ。あのハトバスレスレに走ってちょうだい。ガッテン。さあみんな飛び乗って。こいつさ、鎧で落ちたらもう這い上がってこれなくね。じゃあね、ホメラスちゃん、今宵のショーはなかなか楽しかったわ。アーデュー。どうしましょう、ホメラス様。このままでは奴らに逃げられてしまいます。薄汚いドブネズミどもが、このホメロスから逃げられると思うんだよ。もう大丈夫みたいだな。一時はどうなることかと思ったが、おっさんのおかげで助かったぜ。お礼はアリスちゃんに言ってあげて。あの子はうちの船の整備士でね、船の操縦もお手の物なのよ。お礼なんてとんでもねえがす。あっしはただ、なんでやるよ。
ダイオウイカじゃん。よくいるよ。いやー、何よこの化け物イカ。一体どこから湧いて出たの？私に逆らったことを海の底で後悔するんだな。さあクラーゴンよ、思う存分その船をいたぶり、ネズミどもを海の木図にするがいい。きー、こっちに来るでぎっす。あっしはまだ知りたくねえでがすよ。なんだこの手は。あれはダーハルーネの商船。まさかあの船は。ちょっと待って、うちの船大丈夫？よかった、ご無事なようですね。あの魔物はこの辺りの海をよく荒らすことで有名なクラーゴンなんです。お兄ちゃん、僕だよ、ヤヒムだよ。僕、声が出るようになったんだよ。息子から全て聞きました。この子の声を取り戻してくださったのはあなたたちだったのですね。息子が声を出せなくなってしまったのは災いを呼ぶという勇者の呪いによるものだとすっかり勘違いしていましたが、息子から話を聞いて全て誤解だったとようやく分かりました。失礼なことをして申し訳ありません。僕、この間町の外であのホメロスっていうおじさんが魔物と一緒に話してるのを見かけてね、びっくりして声を上げたらホメロスのおじさんに捕まって魔法で喉を潰されちゃったんだ。え、そんなことできんの？ホメロス、悪魔の子と呼ばれている勇者が人を助け、正義で動いているはずのデルカダール王国が魔物とつながっていた。それが何を意味するのかは分かりませんが、あなたたちは私の息子の恩人です。どうか無事に逃げおおせてください。悪魔の子よ悪魔の子よ、聞こえているか。貴様だけはいずれこの手で捕らえてみせる。せいぜいその時まで怯えて過ごすがいい。あんたもデルカダールに逆らったせいでこれから商売がやりづらくなるだろうけど、うまく立ち回ってくれよな。うん、バイバイ。行くぞ。気をつけて。お元気で。また来てね。またお会いしましょう。ありがとう。そんなことよりクエスト消化したいんだけど、町長の屋敷に入りたい。綺麗な朝日よ。まるで私たちの船出を祝福してくれてるみたいね。そういえばアリスちゃん、虹色の枝を買った商人について何か足取りがつかめて。ええ、足の聞いた話だとその商人はバンデルフォン地方へ向かったそうでげすよ。確かな筋の情報だから間違いなしでガス。シルビアのおっさん、あんた一応枝のことを気にかけていたんだなそれじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。まずは北東のバンデルフォンへ出発。
北東のバンデルフォンってどこだよ。シルビア号の乗組員っていうか、何これ、自分で動かすの。船に乗って新たな冒険の地へ向かいましょう。船から降りるには地図の怒りマーク、船に乗るときはアリスちゃんに話しかけますってふけんな。バンデルフォン地方の浅瀬を、桟橋か、桟橋を目指しましょう。加速、ちょっと待って、これマジ、すごくね、いやこれすごい。てか敵どうなってんの。船さ、手に入れたってことはいろんなとこに行けそうな気がするんだけど、例えばもうこういうとことかね、明らかに怪しいよね。いや何があるか知らないけど、降りてみよう。デルカダール地方、南の島。デルカダール地方なんだ。なんかいきなり強い敵が出てきても困るけどね。回収しよう、魔力の土。ちょっと待って、怖えな。物だけ回収するか。磨き綱、いざとなったらルーラーで逃げればいいか。なんだこいつらは。適正レベルが分かんねえ。トラ男とかか、職人の。いや、いけそうな気はするな。てか、ベロニカが外れてんだけど。まあいいや、一気に立った。攻撃力と素早さか。一気に立ったやつが攻撃する前になんとかシルビア、オコボルト。はっきゃ、あーやっぱり無知だから最初のやつがダメージあって、後になればなるほどダメージは減るね。バギーで行こう。 OK、 全然余裕じゃん。おお、40とか。ただし攻撃力は高い、トラ男。怪我はありませんか。強くなれたみたいです。17レベル、ピオリム。10ポイントで何かいけるかな。スティックスキルを結構進めてんね。戦闘勝利時マジックパワー回復か。あー回復魔力ね、10ポイントあるし取ろう。魔力プラス30ってキラキラポーン。悪い効果から守る。ここ何があるか分かんない。あ、鍵があるね、あっちに。で、ちょっと待って、ルーラでさ、ダフルね、戻れんの？あいつらも撤退したのかな？悪魔の子が戻ってきたみたいな感じにはなんないのかな？ちょっとね、お手紙渡したいんで、早くラブレターをお渡ししたい。入れ替えしとこう、忘れないうちに。でこう、よし、 OK。 町長さんのところへ向かって、ディアナちゃん、今俺が行く。オメロスはもう完全に撤退したな、これ。てかルーラで逃げりゃよかったじゃん、普通に。じゃあねって言って、とりあえずホムラの里に行くわみたいな。町長さん入れる。どこだディアナちゃん、とりあえずこれを漁ろう。
ブルーアイもらっていく。これは報酬だ。この子ヤヒムの母かよ。反抗期なのかと思って放っとけば治ると思っていた。あ、そうなんだ、いいやつだね。16年前、ユグノワ王国が滅んだ時から。ユグノワの悲劇。てかユグノワとか行けないの？てかユグノワってどこにあるんだっけ。あ、この子ディアナちゃん。ホメロス将軍は切れ者でかっこいい、ファンも多い、いけすかないやつだと思っていた。え、ちょっと待って、ここで働いてんじゃないの？どうすればいいんだ。そもそもこいつじゃない。大事なもの、アニカの手紙。なんて書いてある。特に読もうとした、しっかり封がされている。そうか。え、どこにいるって言ってたっけ。こいつのところで働いてるって言わなかった。もうクビになったのかな。特に他に行くとこないよね。こいつ、あ、私ですか、何かご用でしょうか。はい。ちょっとさ、人が話してるんだからさ、こっち見なよ。好奇で入ってないでさ。アポロ兄さんからの手紙。郵便屋さん。ようディアナ元気かい。パティシエの修行張り切りすぎてないか。お前もクビになったよ。パティシエは、パティシエになってお前の姿を見ることだって。お前の作ったケーキを食わせてくれよ。え、手紙に金を入れといたの。サマディ西の関所、アポロ兄さん。パティシエを辞めたことは黙っていてほしい。あ、そうなんだ、まあ、別にいいと思うけどね。どこが近いんだっけ。サマディキャンプ場。げ、兵士いるじゃん。いや、目の前歩いてたんだけど。ダンハラ湿原のこっちの方か。馬で行っても良さそうな、ちょっと馬で行こう。旅の方へ戻ってきたか。妹の様子はどうだった。手紙を渡そう。これはディアナからの手紙、わざわざ届けに来てくれたのか、ありがとう。兄さん、手紙を受け取ったわ。私は毎日元気に働いています。仕送り大半だったでしょう。ありがとうね。兄さんがいつも応援してくれるおかげで私もパティシエの修行に専念できる。昨日も親方に筋がいいって褒められたの。一人前のパティシエになるために私これからも夢を追い続ける。だから安心して。ろくでもない父親がいるんだ。足を怪我してから荒れてしまった。子供にまで八つ当たりするような最低な父親だったんだ。兄弟二人で耐えてきたから、ディアナには好きなことをやらせてやりたい。とにかく元気だと分かって安心した。新武器のレシピ、ビッグブレード2、バトルフォーク、ローズリー。いや、なんか全部いらなそう。全部いらねえわ。体験使ってねえからな。というところで、じゃあ今回はここで終了して、次回、そうですね、始める前にちょっと、まあ、石板をやっておきたいのと、あと船でね、なんかいろいろ行けそうなんで、まあ、ちょっと船の旅に出たいと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。